タイのアンバンさんが就任し、中国に厳しいメッセージを送った。タイアンバンは、台湾の指導者として2期目をはじめ、北京との対話を望んでいたが、一つの中国の原則に従わなかったと主張した。5月20日の2期宣誓後のスピーチで、台湾の蔡英文の指導者は、台湾と中国の関係は、歴史的な転換点に達していると述べました。双方には、対立と差異の増加を共存させ、防止する方法を見つける義務があると、蔡英文氏は語った。私は平和、仲間、民主主義、そして対話という言葉を繰り返したいと思います。台湾を格下げし、現状を打破するための北京の一国二制限の使用を受け入れない。我々は、この原則を堅持している、蔡英文は言った。中国は、トックが1997年に中国に引き渡された後、香港で一つの国、二つの体制を採用している台湾のすべての政党はこのモデルを認めることを拒否します。台湾の両海峡の関係は、タイのアンバン女氏が就任した後、緊張した。中国は台湾との外交関係を断ち、北京との関係を樹立するよう台湾の7つの同盟国を説得した。現在、台湾はラテンアメリカと太平洋の小国を中心に15カ国で認められています。タイは彼女の最初の任期中に2016年12月にドナルド・トランプ米大統領と前例のない電話での会話を行い、30年ぶりに米国の戦闘機を購入することで合意に達しました。5月19日、米国務長官のマイク・ポンペオが声明を発表し、大使の2期目の就任を祝福しました。ワシントンは長い間、台湾を世界にとって良い力であり、信頼できるパートナーであると考えてきました。法律、透明性、繁栄、すべての人の安全など、この地域には共通のビジョンがありますとマイク・ポンペオ氏は言います。米国の法律は多くの中国企業をノックアウトします。米国上院は米国で事業を行っている。中国企業を管理する法律を可決し、火曜日に米国上院は多数の中国企業が米国証券取引所に上場することを禁じる法律を可決することに同意しました。米国証券取引所に上場している企業が外国政府の管理下にないことを確認するよう要求。したがって、外国政府の管理下にないことを証明できない会社は、米国証券取引所に上場されません。法律の内容には、米国公会計監督委員会が3年連続で会社を監査して、会社が外国政府の管理下にあるかどうかを判断できない場合も記載されています。証券取引所に上場することも禁止されています。新しい法律は、共和党員である。ジョン・ケネディ上院議員と民主党員であるクリス・バンホレンによって導入されました。私は新しい冷戦に参加したくありません。中国にルールを守ってほしい。中国は嘘をついた。そして私たちには不正行為を防ぐための法律がありますとジョン・ケネディ上院議員は言いました。ケネディ上院議員は19日、この法律はナスダックやニューヨーク証券取引所などの米国の取引所にも適用されると語った。ナスダックが IPO の最小値を含む IPO の新しい制限を発表する準備をしており、IPO 期間中、または少なくとも四半期で少なくとも2500万ドルを調達していることが1日前に報じられました。上場後の時価総額。この新しい規則は、ナスダックが流動性の低い中小企業を浄化し、強力な人々との密接な関係を持つことで長年知られている中国企業を排除するのに役立ちます。米国証券取引委員会 SEC は、会計帳簿を閲覧できない企業の約 95% が現在中国の監査人を使用していると述べています。SEC は、米国政府に上場している中国企業の監査を調査するために何十年もの間苦労してきました。調整後の会計監視人である公開会社会計監督委員会ピーク部はこれらの重要なドキュメントにアクセスできません。ピーク部の中国の監査の質に関する問題は米国に上場している
中国企業の多くが会計上の不正行為で非難された2011年から続いています。ナスダックの今週の新しいルールにより、中国を拠点とするラッキーインコーヒーの削除が許可されました。2019年の初めに米国で IPO を行っていたラッキーインコーヒーは内部統制により CEO と他の一部の従業員が会社の売上高を調整しようとしていることを示したことを以前に発表していました。彼らは2019年4月から12月までの売上高が3億1000万ドルであることを認めている。ナスダックの動きは下院金融サービス委員会のカリフォルニア民主党員であるブラッド・シャーマン下院議員から称賛を受けた。この法律が署名されれば、米国のラッキンコーヒーの投資家は数十億ドルの損失を回避できただろうとシャーマン氏は語った。中国を扱うことは民主党と共和党の両方の側での米国議員の優れた団結の問題であると言われています。ドナルド・トランプ氏が11月の選挙後も大統領職に泊まるためには中国との取引を活用し、米国で利益を得ようとする中国企業と取引することが鍵となると言われています。最近、米国は上海に本拠を置く上海セイントロジスティクスリミテッドをマハンエアーに販売代理店サービスを提供したとの理由で処罰しました。イランの航空会社は現在2019年にドナルド・トランプ大統領によってテロ組織としてリストされたイラン革命警備隊ルジックをサポートするための米国の制裁措置のリストにあります。米財務省は上海セイロジスティクスリミテッドは中国とイラン間のマハン航空便の輸送チケットや販売、金融サポート、商品の受け取りと取り扱いに関する管理及びマーケティング。新たに発行された禁止により、米国の上海セイ物流に属するすべての資産、または金融資産がブロックされますが、米国市民は会社の資産に協力、または処理してはなりません。禁止はまた、会社と協力する人々、または企業を処罰する可能性を開きます。米国はまた、ベネズエラのニコラス・マドゥーロ大統領を支持したことで、マハン航空を批判した。マドゥーロは、ベネズエラの石油産業のために、イランからの助けを求めていると言われています。今月、商務省は、電子チップメーカーが、米国の機器や技術を使用することを禁止すると発表しました。これは、ワシントンの許可なしに、ファーウェイに供給されません。半導体では、マイクロプリンシプルとも呼ばれるこの禁止により、TSMC 及び他のチップメーカーは、米国商務省の承認がない限り、ファーウェイへの供給を削減せざるを得ません。ファーウェイの携帯電話で使用されているチップの 98% は、TSMC によって製造されていることが知られています。世界の専門家は、TSMC がこの禁止を回避するために、米国のシステム以外の機器の使用に切り替えることはほとんどできないと述べました。5月18日、TSMC の普通株は 2.7% 下落した。日経アジアレビューは TSMC が米国商務省の禁止に対応してファーウェイからの新しい注文の受け入れを停止したと報告しました。ただし、受注が終了する前に今年9月中旬の直前まで生産、または受注が行われているため、生産と供給は継続されます。ブルームバーグは、次第に、世界中の企業が、米中競争に追い込まれ、2つの大企業の1つを、選択せざるを得なくなったと述べた。中国の要素は、南シナ海で、危険でエスカレートし続けます。国防総省は、米軍が、南シナ海で、中国軍と、安全でない、遭遇を経験したと述べた。二国間の緊張が高まる中、東南アジア担当のリード・ワーナー国防副大臣は19日、FOX ニュースに対し、少なくとも9件の懸念される事件があったと語った。中国の戦闘機と3月以降の論争を起こしている水域の上の空域の米国の飛行機と、北京は危険でエスカレートする行動を続けています。防衛当局者は、
事件の背後にある詳細は不明でしたが、いくつかの事件は安全ではないとみなされていることを明らかにしました。ベルナー氏によると、中国の護衛船が中国の空母のグループと出航し、アセス誘導ミサイルを装備した駆逐艦に前例のない、専門家でないアプローチを行ったという。先月、南シナ海にいる米国のマスティン。その結果、最近の事件への対応として、国防総省は、これは非常に憂慮すべき方法であるとみ、ワシントンは多数の公式及び、非公式の抗議メモを送った。米国は議会への報告で、中国が南シナ海でその軍隊を挑発し、強制していることを引用しました。国防総省のウェブサイトによると、5月21日に議会に送られた中国に対する戦略的アプローチにおいて、米国は中国が南シナ海での脅迫と強制の戦術を継続していることを認めた。中華人民共和国への米国の戦略的アプローチ、2019年防衛認可法に基づいて実施。この報告書は国家安全保障戦略に基づく中国への政府の取り組みを明確にするために5月20日、ベトナム時間5月21日に国会によってドナルド・トランプ大統領のメンバーに送られました。2017。レポートは3つの主要な部分に分かれています。これまでのアメリカのアプローチと実施。具体的には、米国の政権は、中国がその経済的及び国際貿易の約束に違反していること、並びに安全保障上の課題を生み出し、米国が追求している価値を損なっていることを非難し続けています。安全保障上の課題の一部として、米国は指導者が世界の戦略的利益と目標に影響を与えることを検討している脅威を排除するために、中国の脅迫と強制の展開を強調しました。政同氏はまた、北京の行動は、武力行使の使用や脅迫に反対する、または他国の内政に干渉せず、紛争を解決するものではない、という中国の指導者の声明と矛盾している。平和的な対話を通じて、北京は軍事的挑発と強制、そして東シナ海の公海における準軍組織を通じて、隣国への関与についての習字学と習字学に矛盾している南シナ海、台湾海峡、中国とインドの国境地帯と報告書は書いている。上記を認めることにより、トランプ政権は2017年の国家安全保障戦略は米国に過去20年間の政策を見直すことを要求していると断言した。米国は中国への対応を行うにあたり、南シナ海問題に関するいくつかの重要な点を強調した。米軍は南シナ海を含む国際法で許可されたあらゆる地域で移動し、活動する権利を行使し続けるでしょう。我々は地域の同盟国とパートナーに声をかけ、軍事力、準軍事的力、及び法執行機関を利用して、紛争で支配を強制する北京の努力に抵抗する、能力を構築するのに役立つ安全保障を援助と報告書は述べた。講演。主張と公約はまた、トランプ政権が南シナ海での中国の活動に関して長い間、言ってきたことと一致している。レポートはまた、米国が中国軍への2018年間太平洋海軍、リンパック演習への参加の招待を撤回したことを繰り返し述べた。近代的なミサイルシステムを南シナ海の実態に配備する。